きゅんちゃんです。ピーパー。3日間エレベーターに監禁されて閉じ込められてみたー。監禁されます。今回ね、ゲームマスターとして聞いてもらうんですけど、ゲームマスター交代でね、いろいろして来てもらうんですけど、そうです。エレベーター、皆さん、一度は想像したことあるじゃないですか、うん、閉じ込められて、はい、どうしようっていう、ね、アニメとかドラマとか漫画あるでしょ、はいはい、映画とかもありがち。エレベーターに閉じ込められちゃったやつ、うん、それをね、今回ね、そこまでじゃないにしても、ちょっと体感しようかなと思って、今から3日間、トイレ以外は一切出られないという、いや、すごい楽しい生活をエレベーターにしたいと思います。という感じで、じゃん！エレベーターです。今回こちらのエレベーターをお借りしてね、やろうと思ってるんですけど、はい、エレベーターでーす。この時間から約3日間この中で生活します。3日間だよ。どういうメンタルになるんだろうね。結局24時間とかやられてるクリエイターさんいるじゃないですか。はい、まあ、3日間かかるなかなかきついじゃん。きついよ、まあ、足腰痛くなるし。絶対意外と広いんだよエレベーター。いや広い。寝るときとかもさ、こうやって寝れる。すごっ。え、十分全然十分じゃん。うん、すごい。結構快適だよここのエレベーター。きょんちゃんならいけそうだね。なんで俺ならってそれ精神的に、それとも潜在的にやったな。すいません、やりました。今だってあえて挟んできたでしょ。すいません、いいんだよ別に俺ディスり役にないからごめんやりましょう。というわけで今から生活していきます。はい、というわけで中の紹介します。非常ベルがついてるから、俺がもしここで息絶えそうになったらここ押して助けてってできる。うん、すぐ助けに行きます。で、ね、あの電話もついてるんで、すごいよねこれ。本当に緊急時電話できますよ。安全対策もバッチリですね。なるほど。で、ボタンは 1,2,3 回とあります。広いね。これなんか本気出せば2人3人ぐらいで生活できるよ。こちらのエレベーター、時間が経つと電気が消えてしまうので、こちらをちょっと使っていただいてっていう感じで。お、ありがとうございます。こちら3つ。これがないと真っ暗になっちゃう。そうそうそう、怖っ全部ここだわ全部三脚のとこだわ。ほら見て、本当だわ。なんだよこれ、ツリーか。すごいじゃん、綺麗じゃん。すごい適当に喋るね俺に対して適当に喋るのが好きだよ突っ込まれたいからさ。まあそうなんだよ、あえてそうやって喋ってる。みんな なっちゃう現象だよ多分これ。どういうこと？みんななっちゃうみんな突っ込まれたい。俺がベーって喋るから、うん、みんななんかとりあえずボケようみたいな。そうそうそう、なっちゃう。いい役割。という感じで、はい、生活していきたいと思います。暇です。結構ね、中暑いんですよ。これ結構厚着してきたの後悔してて、これ結構きついかもしれないですね。なんか寝汗かきそうなんだから、いながらちょっと一番楽なポーズ思いついたんですけど、やっぱこうなんですよね。床気持ちいい、冷たくて。床が気持ちいいんですよ、冷たくて。きょんちゃんに、きょんちゃんにバッテリーを差し上げたいと思います。バッテリーを差し上げたいと思いますまあね、すぐバッテリー消えちゃうと思うんで。消えちゃうと思うんで、クリックしたらいいかな。じゃあ、はい。なんでこれコソコソ食べてると思うんですね。置いてますじゃあ、開けますか。はい、スイッチオンしてください。失礼しまーす。あ、変わった。変わりました。でも出れないからね。そうだな。怖っ。やっと人に会えたと思って。あ、そうなんだよ。結構時間経ってるからね。じゃあこちら、支給品でございます。あ、大事。はい、モバイルバッテリーでしょ。バッテリー。無人島で全然使えなかったんだよ、うん、使えたんだっけ。あんまり使えなかった、うん、使えなかったの。まあでもなんかパソコン2台分ぐらいできたんでしょ。そうそうそう、もうちょいいじゃん、十分じゃん。じゃあこれ、コード、うん、で、以上で。なんでその、お前そういいよ。ツッコミどころ満載じゃないよ。はい、ありがとうございます。っていうか、あっつい、マジで。あ、なるほど。大の男がさ、ここでさ、あちあちって言ったら、ボケ熱くなって、熱気でさ、もっと熱くなってさ、寒いな。かわいいじゃん。かわいい。おかしいだろ。なんでかわいがられてるの。なんかすごい、いつもより小さい。お前、言ったら。俺189あるから。ずっと喋りかけんのハゲども。そうでした。ずっと喋りかけんのハゲども。モバイルバッテリーゲット。さあ、ここでクイズです。え、うん、その携帯を充電するためには、はい、ここのボタンが2つあります、はい、どちらを押すでしょうか。失敗したら没収です。没収なの。正規流すごいんだけど。 AC かな。あ、できた。はい、おめでとうございます。なんか今 AC のアドリブ。そうです。あ、俺もびっくりしましたね。そんなんで没収されたらたまたま本当だよこの生活文句しかないあ、あ、じゃあ、さよならの合図ですか、これは。そうですね、そうです。はい、ありがとうございました。失礼しました。達者で。モバイルバッテリーゲッチ。これで生活しやすいわ。まあいつもの24時間に比べたら、ああ24時間じゃないんだ、3日間なんだ。どういうこと。ミッションタイム。結構さ、はい、
いぐらいでさ、あとはさ、意外と俺椅子にしちゃったもんだけど、ああ充電器で、椅子もできてるしさ、ディズニープラスだもん、映画見ちゃったもん、ドラマ。じゃあミッションいらない？ご褒美が何かによるけど、ミッションもやった方がいいんじゃないかな。もうやばいな、こいつゲームマスターにさせてると。とんだアドリブ入ってくるな。それでは、制限30秒以内で、このピンポン玉15回クリアすれば、景品がもらえます。頑張ってるね。初めてだろ。何が？じゃあこちら、はい。何が初めてなの？ゲームマスター。嘘でしょ？今までやったことないもん、これ。本当に？エイジゲームマスターデビュー作。わあ、鬱陶しくなりそうだな。ありがとう。もっとありがとうじゃないよ。確か15回？15回です。30秒以内で15回です。はい、じゃあこちらのピンポン玉ですね。あ、マジで？ゴミなんすか？軽食です。あ、軽食ね。はい。あ、教えてくれたんだ。はい。ちょっと。練習練習ね。オッケーオッケー。いいよ。感覚掴んで。あ、いけるいけるいける。大丈夫。うん。元卓球部だから俺。あ、そうだ。いや、全然そうじゃない。嘘だよ、嘘だよ。何、あ、そうだって。もしかしてこいつ本当に卓球部だったって思い込んだでしょ、今。そう、思い込んだ。30秒僕は数えますんで、はい、15回数えてね。ややこしいんだ、それ。30秒の間に15回数えたから、うっとしいな。15回頑張るから、あと何秒とか言って。いいかな？長くなっちゃうから。長くなっちゃってんの、お前のせいだよ。なんで俺のせいみたいな言い方してんだよ。いきます。スタート。15! あれ？あら、そんな簡単にクリアしちゃう？多分難易度弱でしょ、これ。そうです。そうだ。こいつの会話のバランスむずいね。あ、じゃあクリアしました。イェーイ。それでは、早速、はい、軽食を、あ、ありがとうございます。お預かりしますね。軽食は、こちらでございます。はい。いちいち、何かのタイミングの前後にさ、間があると、編集の人大変だからさ。それはごめん。お前がボケ全部拾ってたら、もう、これ、3日間になったのに、1週間ぐらいになっちゃうから。じゃあ、はい。あ、もう雑なのはやめて。雑なのは雑で嫌だわ、なんか。じゃあそんな感じで、はい、頑張ってね。うん、ちょっと自分から閉じるわ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。エレベーター生活、約5時間ぐらいが経ちました。もう夕方になりますね。11時からスタートで、もう4時近いから、はぁ、なんかずっとこの中にいると酸素が薄くなっていく気がします。いただきます。あ、うまぁ。こういう環境で食べるの、やっぱうまいわ。やっぱね、いつもと違った環境でご飯食べるとね、めちゃくちゃ大事。待って、超うまいんだよ、やっぱ。おかしいうまさしてる。神秘的。こういう一人やってるよくわかんない姿、編集する人に見られるのすっげえ恥ずかしいんだけど。中の状況としては、まあ、変わらず暑いのと、広いは広い。で、床に座るのと、モバイルバッテリー使って、まあ、椅子みたいに作れるのと、ずっと同じところにいるとね、動いてもいないとね、喉乾かないから意外と減らないから、いきなり脱水症状とかならないように、豆に飲みます。はぁ、俺狭いとこ苦手かも。中はどんな感じかな。あれ、あら、はい。なんかちょっとかわいそう。居心地悪くはないんだけど、体が凝る。でもちょっと凝る。退屈じゃないですか。あ、首つった、首つった、あ、まあまあまあ。首つったとこピックアップしてる。本当だよ。そうだよ。見つかった。見かった。持ってください。それはもうやばい。だいぶ退屈ですよね。まあそんな感じ、ね、普通だし、なんか寝たら寝たで体痛いし。そうよね。次のミッション、はい、こちらになっております。はい、それやばい。ボトルフリップ10回中3回成功させよう。こちらのボトルフリップを、はい、10回中3回成功させれば、あ、無理です。お、1回目、おいしょ。やばいやばい、1回成功。お、3回目、4回、え、10回じゃないでしょ。10回でしょ。10回中3回です。ああ、そういうことね。うん、今の6回目ですね。7回目、やばい、あと3回しかないですよ。え、やばいぞ、ちょっとやばいんじゃない。落ち着いてよ。よっしゃー。今もう俺本気だったからね、マジで。了解します。もう本当本気だったから。めっちゃ美味しいんだけど、ちょっと、はい、ここの Wi-Fi 教えて。オンラインしまくるから。マジでモンガやってると3時間が30分だもんね。
だんぞ。だーい。はい、ということで僕ちょっと次の要件があるので、はい、帰宅という形で熊とチェンジして階段で降りるのもなんなんで、はい、ちょっとエレベーターでケンちゃんと一緒に。くそー。すいません。あの僕ちょっと次の用事がありますので。あ、帰る。はい、ちょっとこのエレベーター。あ、あ、了解です。ちょっとね。あ、いいですか。じゃあはい、ちょっと今マルチ中なんでちょっと。エレベーター動かしたら切断切れるとかないよね。大丈夫だと思います。結構ここね、居心地よく感じてきちゃった。うん、もう時間薄いのあっという間だからマジで。いやー、死んじゃーいやー、ブイーン、死んだよこれ、早いな、こいつ。早いな。くまちゃんと動かして。じゃあ、くまちゃんとこれ乗って。全然家じゃん。ご褒美くれた。全然家。まあでも、足は伸ばせないね、さすがに。あ、伸ばせる伸ばせる。あ、伸ばせるんだ。結構夜も遅いですよ。まだなんかやんのミッション。知らない。そうだよね。俺はあの、ここで生きてるから。今明るくして結構時間経ったんですけど、普通にいろんな生活の仕方しようと思って変えてはいるんだけど、結構体が凝りますね。開始から約12時間経過です。1日目が終了しようとしてます。中の様子を一回紹介したいと思います。ずっとゲームしてます。ただもう本当に凝ってしょうがない。体が。腰痛いし、背中も痛いし。やっぱね、狭いとこね、きついです。あと1日あんのか。これもっと結構持つね。すごいと思う。いつまで持つんだろう、これ。明日まで持つのかな？そろそろ寝るときの対処法とかを考えなきゃいけないかもしれないです。暇です。いや、暇は嘘だな。暇は嘘です、あの。やりたいことやれてる。家なんで、僕の。部屋なんで。のお待たせしました。あっのミッションのお時間がやってまいりました。夜も遅くなってきました。もうちょっと12時ですね、うん、もう30分ぐらいで晩ご飯まだ食べてないということで、晩ご飯獲得ミッションをやっていただきます。バランスボール何するの？持ってもらいます。駅内で1階まで行って3階まで帰ってきてください。なんで行けると思ってんの？え、何言っちゃうの？行けんじゃん、行けんじゃん、行けんじゃん。どこかじゃあ閉まったらもうバランスボールから落ちてはいけません、はい、ボタンの操作は自分でしてもらいます。はい、よーいスタート。入った。やばい、大丈夫、落ち着け落ち着け。一回見たらボタン押せばいいだけ。あ、すごいぞ俺。おー、いけてるいけてるいけてる。大丈夫、自分のことを世界で一番信じてる。あーあ、どこ、すっごいすっごい、早く開いて。あこれ落ちたらどんな感じなんですかね、開けたら。よっしゃー、嘘つくんじゃねえ。よっしゃー、聞こえたお前。嘘つくん。いや、もうすげえ音したの。もうこの家中響き渡ってたよ、多分今。違うと思った。気のせい。気のせい。走って落ちたな、じゃあ。失敗したね。確かに。本当にこれ本当マジで。おやすみ。感想電気消えたらよ。実際のミッションが行われたと思います。寝袋をあの成功すればあげますよ、ミッションでございます。なるほど。さあ、どんな姿で。楽しみだな、どんな姿だろう。どんな姿してんだろう。お疲れ様です。あ、今ちょうどですね、12時。寝るもんくれ。そろそろお休みかなと思いまして。眠くはないけど、もうなんか寝たいという、うん、気持ちを余計に引き立たせる体の痛さ。はい、寝なきゃもう嫌だっていう状態ね。目隠しをしていただきます。耳もね、タオルでこうやって覆ってもらって、なるべく耳も聞こえない状態にしてもらって、僕今一緒に乗りますんで、何回か動いて、はい、今何回だ。うんじゃんじゃあ行きますよ、僕一緒に乗り込みますんで。じゃあすいません、カメラいただいて。よっしゃー。はい、じゃあもう耳もね、なるべく覆ってください。耳も覆うのね、結局。覆ってどういうこと。これで耳も覆う。あ、もうそれでいいです、それでいいです。はい、ちょっと制限してもらいたいだけなんで。スタート。じゃあミッションスタートでございます。はい、よし、カメラよ。開きましたね、これどこですかね。マジむずいんだけど、あと揺れの感覚だな。自分の感覚だけでございます。
はい、それでは目隠しを取ってください。え、正解です。おっしゃー、3回言ったら、ちょっと普通にエイジが喋ってたっていうのが、エイジが普通に喋ってるから全部聞こえた。これね、感覚わかるね。これわかる。あのね、登るときは下からクッていきなり持ち上げられる。下がるときは重力がうーって気持ち悪くなる。さすがエレベーターで生きてるときあるでしょ。さすがエレベーターで生きてるときある。やったー。ということは見事ミッション成功ですので、寝るためのグッズ用意したものを全部あげます。お待ちください。はい、はい、大きなのぼさん奏でたら、私もさんたらトゥール、お休みグッズの贈呈です。バンタコンで全部一緒。雑に扱われてる感じがなんか舐めないの。あ、僕大丈夫。暑いんで。暑いんだ。その中暑いの。お兄ちゃん、いい。あ、ここで一晩寝るのかマジでちょっと想像つかない。想像絶対痛い。まあまあ、うわ、マジできついな。どうなんだろう。明日はもっと過酷なミッションが待ってるんで。そうなの。いや、わかんないです。スポンポンで3回待ってもらって家とか。ああ、過酷ですね。そんな感じ、うん、近い。うわ、今日もやめるわ。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。はい、また明日。はい、という感じで、寝る場所を作っていきます。と、一旦ですね、中の様子を見せながら、まずね、これ、切っとく。明日使えなくなるの嫌だから、真っ暗で。1個でいい、もう寝るなら。こいつを広げるけど、2枚広められるのこれ。ギリだなぁ。広げ方大事だな。で、ここにこいつ置いて、いけてんじゃねえか。うわ、びっくりした。びっくりした。なんだよ。めっちゃいけてるよ。何しに来た貴様。何しに来たんだよ、今のやつ。で、こっちをクッションにしようと。あー、これこれ。これ足、怖っ。斜めに見える。これ閉じたら OK だよね。はぁ、あはあ。はい、意外と電気1個でも成り立ってますね。ベッドもちゃんとできました。てか、暑い、マジで。扇風機欲しい。じゃあ、部屋もできたところで、寝ますかね。すぐ寝るかどうかわかんないけど。明日も明後日も頑張りたいと思います。いや、エレベーターで生活、嫌いじゃない。全然寝られなかった。ミッションのお時間でございます。あらー、こぼれたー。1個しか使わないとね。暗っ。こちらの銃を使ってです。